はい、表六甲から大阪に帰ります。眩しい。さんたち連れてバスにあんまりスピードを出せないのでご了承のほどお願いいたします。春の六甲もいいですよね。面白かった。面白かった。ここから大阪も帰れんのね。夜来た時ちょっと分かりづらかったと思うんですけども、ここがいわゆる六甲山ホテル付近になりますね。夜と昼間は全く違いますよね、景色の方が。左側行ったらお化け出る。あそこ左側行ったらお化け出る。プラロッコ行ってみる。行ってみる。え、行きたくない。まあみんなこっち側左。まだ昼間やからね、あんま怖くないよな。あ、真ん中デコボコやね。このまま一気に宿川の方まで、行こうと思います。ハイキングの人いますね。ウリエット、ウリエットなんです。あ、高山植物園の面白いけど終わりやな。
駅右側にあったけど危ないわな。なんで？え？車いっぱい通るもんだって。うん。触りたい？別に。え？こっち側はちょっと危ないわ、あの右側は。こっち側やったらいいけど、左側。こっち行きないとした？うん、ちょ、こっち側、車来るかな。見通し悪いやろ、向こう。カーブいっぱいやから。引かれてまうで。ああ、秋焼き。どうする？ええか。もうお腹減ったから帰ろうか。今度夜一緒に来ようね。いっぱいほら見えた。どこから降りてきたとこら辺でご飯食べようか。なんか
だけ倒して喉いたら、うん、大丈夫か、面白い。今前に見えるのがこの間入っていったロウユですね。こちらの方は24時間有料登録になります。ちょっとですね、子供たち疲れて寝ちゃいましたね。
そうですね、ここはなんていうと、なんとかトンネル東、ここまっすぐ行くとあの宿川学園ですよね。宿川学院大学だったと思うんですけれども、そこの方に出ていきます。でちょっとあのまあいろいろあんまり喋ってなかったんですけれども、この辺で失礼させていただきたいと思います。